カバラ県はギリシャ共和国の東、マケドニアトラキア地方を構成する行政区の一つ。県とはカバラ。カバラ県はマケドニア地方に含まれるが、ギリシャ領トラキア地方には歴史的に首都であった都市が存在しないために、カバラがトラキア地方の首都の役割を担っている。カバラ県の東部の県境にはネストス川が流れる。エーゲ海上のタソス島は、 2010年まで、カバラ県に含まれていたが、2011年より、タソス県となっている。カバラ県の西部には、パンゲオン山脈が連なり、タソス島には、イプサリオ山脈が走っている。県北部のカランテレなどでは、過疎化が起こっている。県の西は、セレス県、北は、ドラマ県、東は、クサンティ県にそれぞれ接している。また、県の海岸部及び、北部、東部、 タソス島のほぼ全域は農業に適した土地となっている。カバラ県の北部、東部、南部及びタスス島では地中海性気候が見られる。一方で高知部では冬が寒い大陸性気候が主に見られる。カバラ県、カバラ県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。カバラ県の旧自治体カリクラティス改革以前の 広域自治体としての河原県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。多祖筋島は2011年より別の行政区となっている。ノモスとしての河原県には以下の軍があったが、2006年に広報的な位置づけは行われていない。ありがとうございます。